こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は引っ越し大作戦ということで、私の一番大きな水槽、なんと90センチ水槽の手仕舞いを今日頑張ってやります。 Hey, I got a confession. これが一番の大仕事かなっていうところなので、これが終わればね、その他引っ越し作業、まだベランダが残ってるな、着々と進めていきたいと思います。本日のミッションですが、現在朝の8時、今からスタートして午後の2時ぐらいまでには東京大田区の五色屋の前田タッキーのお店アクアフリーにお魚たちを届けるっていうところまでになります。名付けて今後作戦、やっていきましょう。この水槽最後になりますので、この水槽についてちょっとお話をしていこうと思います。この水槽は作ってから1年半弱になります。スペックは90センチの規格水槽、幅90センチの奥行きが45の高さが45の ADA のキューブガーデンです。でろ過は外部フィルターエーハイムの2217で、このガラスパイプ、リリーパイ、ADA のリリーパイプを使っています。で、使ってる照明は、バレル社のつくよみ 20W 3基ですね。これを壁から吊るして照射してます。オートヒーターは25度から6度ぐらいの設定にしていて、ちょっと油膜がひどいので、ここ最近はエアレーションは常時稼働しております。ミドボン、奥にミドボンありますけれども、二酸化炭素は1年ぐらい前まで直点インライン化して点火をしてました。外部フィルターに直接 CO2 をつないで CO2 の溶け込んだお水を水槽の中に点火するっていうシステム、インライン化っていうんですけどにしてたんですけれども、その、ね、CO2 のレギュレーターを、ね、つけたり止めたりつけたり止めたり、それを時間設定してオートタイマーで設定してたんですけど、すごく調子が悪くなってからそれを直す術が私にはなくて、どうしてやっていいか分からなくて怖くて止めたまんまもう1年近くも経過しております。水槽のスペックについてはこのぐらいにして、使っている水草は多くが陰性水草、アヌビアスナナプチとミクロソリウムトライデント。さばいていく、さばいていく。ミクロソリウムトライデントはここに引っ越す前に静岡で水槽やってた時から育ててるもので、今めちゃくちゃ繁茂して結構ねトリミングをかなり繰り返してはいるんですけれども、非常に元気よく綺麗に育ってくれてます。アヌビは今後テトラが食べちゃうので、なかなかねこう綺麗な葉っぱをね維持することができなくて半ば諦め状態でございました。この水槽の最大の特徴はというと、お部屋のど真ん中に水槽を設置することで360度どの面から見ても面白いっていう、それで、リバーシブル水槽、最初はね A 面と B 面って、両面見れればいいかなと思ってたんですけど、案外この側面もかっこいいなっていうことに気づいて、今は360度楽しんでおりますけれども、このこちら側 A 面、反対側を B 面、そしてレイアウトを少し、変えて設置をしました。石のね形とか質感みたいなのも変えたんですけれども、雰囲気伝わるでしょうか。先ほどご紹介したミクロソリウムとアヌビアスナナプチの方が A 面、陰性水草がメインのレイアウトなんですけど、こっちの B 面の方は有形層だったりとか、あとは最近結構増えてきたんですけど、クリプトコリネ、ウェンティブラン、これも静岡の時から育ててるものですね。こんな感じのイメージ。中央にこれですね、バリスネリア、ウルグアイエンシス、バリエゲイタス。この子がですね、これも静岡の時からなんですけど、照明をつくよみに変えてから春2回目になるんですけど、今年もこんな感じで花が咲いております。最後に綺麗な花を見せてくれました。花2本ね、昨日がちょうど一番いい状態だったんですけど、少しねしおれてますね。こういう感じで2本出ております。水上にはお友達からもらった山崎カズラ、
ほんのちょっとだったんですけど、それがねすごく増えて、こんな感じでかっこよくネイチャー感を演出してくれてます。これは水蓮の浮き場です。 iPhone の方が水槽きれいに映るので、ちょっと iPhone に変えました。どうですか。で、この水槽で飼っているお魚さんは、まずコンゴテトラ。コンゴテトラめっちゃ綺麗ですね。で、こちらが去年のコンテスト水槽に入れたレッドファントムテトラ。あとは数匹、私がね水槽を初めて作ったのがこの90センチ水槽なんですけど、その頃からまだ生き残っているカージナルテトラたち、カージナルテトラとグリーンテトラかな、もうすでに私のお家に来て4年以上経ってましたかね。ちょっと映るかわかんないですけど、奥の、あ、B 面に行っちゃったかな、こっち来るかな、いたいた。あとは黒ひげ対策でシルバーフライングホックス。シルバーフライングホックスは多分自分のことコンゴテトラだと思ってると思います。いつも一緒に行動して、いつも一緒にご飯を食べに行ってきます。で、これが側面なんですけど、側面もねかっこいいってことにおいおい気づいて、これはね C 面って呼んでますけれども、これはこれでいい景色だなと思ってます。これとその反対側で、ガラスパイプがある方なんですけど、こっちにはバリスネリアが結構繁茂してる状態なんですけど、こういう景色もなかなか見れないので面白いなと思って、私は好きです。大概水槽ってね壁際にドーンって置いちゃったりとかね、角っこに置いたりするんで、なかなか側面とか後ろって見ること少ないと思うんですけど、意外とねこういう景色も私は好きですよ。なんか根っことか超見えるし、あ、オトシンくんもいましたね。この水槽 CO2 が切れてから1年経ちますけれども、案外ね、水草、まあ、もちろんね衰退しちゃったものとかもあるんですけど、元気よくね育ってくれたんで良かったです。なんかのバランスが良かったのかな。で、水替えは週に1回、やっぱ3分の1から半分ぐらい抜いて新しい水を入れ替えるってことをしてたんですけれども、そんなに苔とかも出ないような水槽だったので非常に管理が楽でした。まあ、90センチ水槽なのである程度ね水の量が多く確保できたっていうのも、あの水質の安定につながったかなと思います。で、ご飯は、1日に1回。コンゴテトラさんはすごい食いしん坊なので、私はどっちかっていうと餌はねちょっと少なめに管理するタイプではあるんですけど、私のペースでやってたらコンゴテトラさん結構、ね、キューンって細くなっちゃったんで、ちょっと多めにねコンゴテトラを買うようになってからはあげております。で、ちょっと体格は戻ってきたかなと思います。今現在ねもう撤収が決まってたんで、まあ、ここら辺のメンテナンスは全然やってないですけど、ガラスパイプはだいたいどうだろう、3週間に1回ぐらいのお掃除とかしてましたかね。つけ置きで、塩素系のね、ハイターのつけ置きで、ゴシゴシって感じですね。で、このレイアウトなんですけれども、流木メインのレイアウトになります。使っている流木は ADA のホーッと、すっごい大きいやつとか、一番最初のコンテスト、90センチ水槽でチャレンジしたコンテストの時に使った流木とか、あとは丸山さんのところで買ったやつも入ってたかな。結構大きめのものがどんどんどんと入っております。これの、今もう水草が繁茂しちゃって状態わからないですけど、ハードスケープの状態、あの流木を組んだ時の状態っていうのはすごく気に入っていて、私が尊敬しているグリーンアクアリウム丸山の丸山さんにもね、上手になりましたねって褒めてもらったのが、いい思い出です。写真あったら作った骨組みの状態載せておきます。で、水槽の説明はこんなところで、今日のミッション、手順を説明したいと思います。第一に、フィルターを離脱、そして水を極力減らす。で、その水を減らすときに、メダカ用の、移動のボックスをアクアルクスに借りてきたので、そこの中にこの飼育水を入れます。あ、ミッション2、なるべくこう活着している水草、流木とかにくっついているような水草を丁寧に取り除きます。水槽の
土をビャッてやらないで、水を濁さないように根付いてる水草を撤去します。なので引っこ抜かないで根元からなるべく切る作業をします。ミッション4、取れる流木。あんまり水槽に埋まってないような取り外しのできる流木だったりとかは撤去します。でこの段階で結構水槽の見通しが良くなってきてる、来ててほしい状態だと思うので、続いてミッション5、そこで初めて生態たちを確保していきます。一番最初、メダカ用のボックスに飼育水入れてあるので、そこにお魚さんたちを避難させます。でミッション6、生態が無事確保できたら、すべての水槽の中のものを取り出して水槽をきれいにします。で最後ミッション6、外部フィルターのお掃除。外部フィルターのお掃除は後日でもいいかな。お昼頃までにミッションクリアしたいと思います。でまあ、ここら辺のミクロソリウムとかの水草はアクアフリーにお魚さん持っていくのと同時に一緒に持ってって、お友達に分けできたらいいなと思っています。こんなに泳ぎの速いコンゴテトラとかを、私はこの私が捕まえれるのでしょうか。ということで今から作業スタートしていきますけれども、動画はね撮りますけれども、とにかく黙々と作業する必要がありますので、次回はただひたすら私が水槽の手仕舞いをしているっていうだけの動画になると思います。ぜひ引き続きご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。かたまチャンネルを登録してアクアリウムを楽しもう。では続きの動画でお会いしましょう。さようなら。次回は黙々と作業をします。